しやっていくか。なんか水の都1個だけ出てきたんだよな、また。そこサクッと折らしちゃう。これか、なだらかなと思う、靴。一瞬で終わりそう。あ、でも難易度難しい。難しいってでも簡単だからな。ゼニガメの吹雪を見てみるか。背中を越えさせたし。お、ビューいるじゃん。これでいくか。次回あたりまたお宝探しに行くか。伝説のポケモン戦やりたいね。これイワークかな。そのジェネが見せてくれ、お前の吹雪を、水の波動なかなか打つ機会ないかな。これは技連発でいきなり来たな。出番ないかもしれん。はい、クソ寝ねえ、たくさん寝たのに。休みだから20時間ぐらい寝てんのに、それでも、ね、なお眠いわ。何なんだ一体。パラス、パラスなんてポケモンいたな。そういえばパラスって出てきて今一瞬ハテナがついてしまった。なんだと思ったらポケモンの名前でしたね。めっちゃポカリ飲んでた。お礼に背中のキノコ一つあげます。あざっす。パラスのキノコってクソまずそうというか、なんか毒とかついてそうだけど大丈夫か。コネクキット、はい。ヤドンと友達なんだ。ヤドンだった、あれよく見えなかったけど多分ヤドン。いいえ、これなんか道通りすがりのポケモンだもんね。やりのポケモンではないんだよな。レベルが43ぐらいになったらまたドラゴンロード挑戦しようかな。めっちゃ道が続くな。何なんだこれ、一周回ってきちゃったし。なんだこれ。お、吹雪いいね。吹雪強いっぽいぞこれ。強くねえか吹雪。技力高いしな。やっぱ部屋中の攻撃強いよ。なかなか当たんないだろうけど。当たらなかった。はい、強いだろうけど当たってないな。お前打ちすぎだろお前。ちょっと動いてやれや。ミュウが迷惑してるぞお前。動いてやれゼニガメ。めっちゃミュウが迷惑してる。やっぱ強いっぽいね吹雪。こうなってくるとレイビーいらないのかもしれないな。どうだろう。でもこういう時に攻撃できるのは強いからなくはないか。効果ないわ。ゴーストタイプに猫騙して効果なかった。ナチュラルに来たけど腹減りのバナーめんどくさいな。あ、これ右側行けんだ。こっちから行ってみようかな。あ、合ってた。いいね。はい、地下3階。マジで眠い。なんだこれ。昔みたいにポケダンやりながら寝るかもしんないな。寝言言ってる回とかあるからな、昔のポケダン。放電よーしてスマス倒して、なんか道具落ちてたな。まあいいや、めんどくさいから。最近道具結構余裕あるしな。なんだこいつ。階段すっげえ見つかんな今日。なんか階段の調子がすごい。旅してるポケモンがいる。へえ、まだまだ依頼の回じゃないね。依頼の回が何回か忘れたけど。旅してるポケモンと情報交換しよう。またあんのだったら嫌だな。待って、強くねえか吹雪。なんかあ、いるじゃん、リグレー。こんちは。お互いの情報交換した、大満足したみたい。サンキュー。で7階とかだったかな、ちゃんと覚えてないけど。
めっちゃ回復してくれんじゃん。ありがとう。これパートいくつだ。全部クリアして複数とは言ったもののなかなか先が見えねえな。でもあのポケモンのカード割り当てたら結構つながってたんだよね。400何匹かって。問題はボスたちだよな。あいつらクソ強いからさ。早くラティオス仲間にしたよな。これもしかしてあれかな、レックザとか仲間にしたら紹介で仲間になるパターンかもしんないな。なんかそんな気がしならない。ラティオスを助けてやったんだからさ、仲間になってくれないのにね。石になってるとこ助けてやったのに、何なんだあいつら。なんで仲間になんねえの。わけわかんねえ。タイプご利用しくれよそれ。あ、今落ちてたな。デニガメがぶっ殺したやつか思ったのか。いいね、これで放電も当たるようになったし、ギラ中の放電とデニガメの吹雪で無敵だわ。もう道中君の出番ないかもしんないね。強いな、なんか吹雪めっちゃむせました。今すげえむせた、かつてないほどに。千里眼か、つけてもいいな。上の方にどう、ラピスだなあれ、まあ、行ってみてもいい。ニューの出番がもないわ、逆に強すぎて。遠隔見切り、意味ないな。左下か、あ、あった。はい、さあ地下5階強えわ。あ、次バトルなんだ。行っちゃうか。太陽炉、小刀が待ち構えてるリーダーについて倒そう。あ、逃げそうじゃないあいつ。大丈夫か、持ってんな。めちゃくちゃだよこいつは、強すぎて。オッケー、多分これ放ってやがんなこいつ。溶けろや。オッケー、溶けた。どこだリーダー。それパンチで倒せそう。次が容赦ないなお前、マジで容赦ないなお前。やばすぎるわ。ミーもこいつなかなか容赦していく。氷いらないわ俺。吹雪、本家のこうさ、ポケモンの氷は最強だけど、ポケダンの氷はあんま嬉しくないな。あ、もう終わったの、終わり、これで終わり、楽ちんすぎるだろ。やられた、困ったなしょうもな。まあ、何にしても困ったな以外にも結構仲間増えたし、なんやかんやそこそこいいダンジョンだったら。そしておっと、いいね、小刀からの紹介でズルズキン、まあ、悪タイプ仲間ってことだろうな。ズルズキンまあまあ強そうだけどね。悪タイプって結構強いからな、悪技が結構一貫するしね。はい、この時代フィアリーそんなにないし、カプレヒレとかいませんからね。7世代のポケなんて出なかったんだな、そういえば。え、間違えた。はい、ホームボタン押してましたね。じゃあ記録して冒険続けよう。つながりオーブ確認して隣の大陸行くかな。お宝系あったら行きたいけど、でもあれはあれだよね、砂の大陸だっけ、ラムルタウンだった気がすんな。つながりオーブ見て、増えてないな。497が結構増えたな。500弱まで来たか、もうちょいだな。あ、道具だけ見よう。剣の舞とかあるんだ、俺に買っといてもいいな。あとこれオレン、ダブルオレン
しじゃあ移動しよう。風の大陸でいいね。はい、ここはでも宝なかったような気がするけど、まあいいか、行くだけ行こう。次のローテーション時でラブルダウンでは、お宝があるとこ行きましょうね。まあくびしすぎて何言ってるか分かんないかもしんないな。お、一匹いるな、仲間になってくれるやつが。この下、おお、コンパンか。僕がかっこいいということについて話したい。それはちょっと無理があるんじゃないか。コンパン可愛いと思うやつは、まあ、この世の中探したら 2,3 人はいるかもしれないけど、お前のことかっこいいってやつは世界中に一人もいないと思うけど。だって僕、目からビームを発射できるんだよ。目から光線、まさに子供たちのロマンだよね。かっこいい、確かにそれはかっこいいわ。コンパンすまねえ、お前かっこいいわ。モルゴンっても仲間になってなかったっけ。こいつ孤独だな、孤独なポケモン。コンパン、おばちゃんち見て、いないね、なんもないな。で店を見て、なんもないな。 BP だ、買っとくか。それだけ道具整理します。さあどこ行こうかな。超リンゴの森行ってもいいな。これ超リンゴの森行くか、かなり難しい。5階だしな、行ってもいいかも。他ないもんね。あ、そっか、まだあれがいんのか。こいついんのか、試練の岩山。何階なのこいつ。でダンジョン情報見ようぜ。22階か、さすがに遠いな、やめとこう。いつかは行かなきゃいけないけど、超リングのも行くか、かなり難しい。でかいミュウ連れてったからな。違うポケモンと一緒に行こう。グラチュー、ゼニガメ連れていくか。最近結構省くこと多かったけど、ディアンシーとか行ってみようかな。わざしょぼうやめとこう。あ、ブルンゲル、微妙。モーカザル、あ、リザードンでいいかな。リザードンなんかさっきいた気がするな。リザードン連れていくか。いた、あ、これでいいね。出発、なかなかいいメンツじゃないか。超リンゴの森1階、範囲攻撃で見たかな、こいつら。吹雪に熱風に抱き尽くすぜ。これリンゴめっちゃ落ちてんのかね。超リンゴの森は早速1個あったけど、あれ敵いる、倒れたか。超リンゴの森というぐらいだからリンゴがいっぱい落ちてそうな感じはあるんだけど、どうなんだろうね。リンゴじゃないなこれ。放電封印された、マジかよ。放電使えなかったら持っていけないんだけど。ピュアチュー、通路だらけじゃん。超通路の森、大元気はリンゴ拾った。やっぱリンゴいっぱい落ちてるっぽいな。え、結びゼロになったら結びだからとりあえずいいや。結びのためだけにちょっと PP だ、使いたくないしな。移動できなくなった、はい、めんどくさいな、はい。あれ、でもそんなリンゴ言うほど出てこないな。そしてこちら行き止まり、放電使えないんだ。あ、だけどキルリアだ、倒れた。大剣気、こいつなんかリンゴ拾ってたな。大剣気って全然見てなかったけど、最近だから大剣気の話した気がするな。こいつクソしょうもないポケモンだっていう話をした覚えがあるぞ。あ、ここもなんだこれ、豚いんじゃん。なんか御三家多いな、このダンジョン。超枝の森、え、めんどくせえ。連携リングで、はい、連携もっと使わないとな、意識して。全然忘れちゃってるわ連携。めっちゃ道具落ちてきた、一瞬で蹴散らしたな。全部リンゴだったりして。ラピス、
鍛錬、あ、鍛錬いいね。グラチュにはめよう。放電めっちゃ強化しよう。鍛錬の種も来たな。鍛錬の種はあれだね、これ敵見つけたら食おう。そんなリンゴなくない超リンゴの森と言いつつ、ちょっと微妙な、倒しちゃおう、倒しちゃおう。階段見つけちゃったか。じゃあ次の階でいいかな。いやもうお前バレすぎだろ、全然技当たってないし。行くぞお前、そんなそんなポケモン倒せなくてどうすんだよお前、進むぞ。鍛錬食っちゃうか。ここで倒れてるポケモンがリンゴを渡そう。リンゴ死ぬほど落ちてますからね。よし鍛錬食おう。よし俺の出番残してみちょっと。リンゴ、おい、やばいリンゴ落ちてる。何あれ、大きなリンゴか。大きなリンゴにしてもでかくない。なんかあれいらんもん置いてこう。いらんもんないな。いらないかもね。近いもんだった。何あれでかすぎない。何これ世界一ってこと。あ、世界一なんだ。お腹の限界も増えるんだ。まあ、拾っていくかこれ。ただのリンゴと交換してただのリンゴ食おう。世界一クソでかくない。何これ頭おかしいでかさあったな。え、あ、いいや、ゴールまで来てくれた。敵がいるな。ちょっと鍛錬させてもらおう。はい、世界一あげるわけにいかないからリンゴあげよう。はい、デンチュラ元気になった。いいね。助かったぜ。リンゴ食べた瞬間しびれたぜ。ああそう、